有利。駅で会った時から思ってたけど、あんたのその腹何？ちょっと服脱ぎな。やだやだ、みんなもやって。担任の桜木だ。3年間よろしくな。改めて自己紹介してもらおうかな。稲田玉子、農業経営を学んで世界に出ても負けない農業を目指します。よう相川、久しぶり。ヶ月会わないとみんな変わるな。相川、八軒、お帰り。おう、ただいま。ん？誰あれ。玉ちゃん痩せたね。ちょっと夏バテしちゃって。タマコ？なんか懐かしい声がするな。そうですね、はい。あれ、夏さんにルーシーさん。誰？よー、スティング。変わってないな、夏さん。お前もな。変わりすぎよ。キじゃな。私が先だよ。ではお前、この桃まんをより多く食べた方が団子を食せるというのはどうじゃ。わかった、よーい、はじめ。姫様、見つけましたよ。待つのじゃ元気、まだ勝負が。どこにいんだ。レクターに何すんだよ、ナツさん。ナツ様、ありがとうな、レクター。ちょっとナツ、もう何の用だったんだ。さあ、元に戻った。いただきます。ちょっと待て、ナルト。ここはお前がわしの作家魂に火をつけてくれんかの。仕方ねえな。じゃ、やるってばよ。うはっ、どすこい。それは回し。しかも相撲取りじゃなくて綺麗な姉ちゃん。もううっさい。ディッケー、どすこい、どすこい。これです。いじめられて引きこもってる筒井茜くんです。俺だな。マジか。聞かせてやろう。1年前、俺はいじめられていた。くそ、超可愛いな。女子からはメス豚呼ばわり。そんなある日、出会ったんだ。これさえやれば君もマッサボーリー。もしもし、今やっている商品を。だって会で俺に逆らう不良はいなくなった。パワーを示したのだ。はあ、うまっ。何これ、神の味。買い占めよう。ももか、ちょっと太ったな。そうそう、最近急に胸が大きくなっちゃって。お前ただのデブだ。ブー様の。お兄様。そうか、なら頑張れ。俺を任すつもりでな。兄ちゃん、おパスポートちゃんと持った？一人で搭乗手続きできる？離陸前にトイレ行っとくんだよ。何をバカにするな。君の真のライバルはこの俺の。そこの横の人は誰だ。誰って、イサミじゃないか。え、嘘つけ。久しぶり。ちょうどいい頼みがあんだ。俺？なんで？おお、悟空さん、全然休まないで一気にシェイプアップしちゃったんですよ。おお、お前、いやー、見ちげたぞ。シモン、今日のタコが全く来ない。ちょっと、おい、デブ、とっとと起きろ。ほら、お
も入らなきゃ。しおん。何？ん？お母さん！ただに憧れてる！さあ、いよいよスタートと相なりました。毎年恒例の大食い大会、食のワンダーランド。なんということだ！前回の覇者総之助、ついにダウン！おかわり！おかわり！おかわり！食べた食べた。久々にお腹いっぱい。ま、軽い化け物だな。誰が化け物だ！降りてこないなら逮捕するまでだ！行くぞ！私は決して忘れない。あんたはこの私を初めて殴った男だから。俺はお前みたいなやつ知らねえぞ。誰だおめえ。麗しきレディー・アルビだよ。アルビだ。やっぱ渡したくねえな。そう思ったことが試される日が来ようと。セリヌマさん、出るのはもったいないでしょ。それで全部食べきったらこんなんなりました。国民どうかしたの？え、なんで？なんでもないよ。本当に？今日の国民なんかいつもと違うよ。私太ってる。気づいてなかったんだ。誰だ？夢原さんだよな。しかしあれは一体なんだ。僕の知る夢原さんはこんな呼吸音じゃなかったぞ。うまいかな。はい、19。よし、さあ始めるわよ。せーの、いい。寝っ転がっただけだな。やれやれ。わあ、痩せてる。前より細くなったよ。そうかな。西園寺は別メニューで練習した方がいいみたいだな。お世話になります。ひょっとしていなさしぶり。杉山くん、はじめまして。ネガちゃんや！うそうまそうな匂い。これは確かに俺でも食えそうだ。そうか、それはいい。しかしうめえな、これいくらでも腹が入るぜ。待てよ、まこれうますぎてやめらんねえ。ウソプン、どこだ？やっと見つけただ。これで俺も森の勇者だぞ。ウソプン、その体は超まずいだん。荒木先輩。さあ、マジックショーの始まりだ。新メニューに導入するのはオタゲーです。篠宮先生、ご教授よろしくお願いします。はい。俺、今のセリヌマさんの姿には正直戸惑ってたよ。だって彼女のルックスに惹かれたと思ってたから。目標達成、みんなありがとう。こちらの錠剤を朝昼晩に飲んでいただきます。ただの胃薬なので心配いりません。それって1回で2錠飲んだら時給も倍になるんでしょうか？なりません。医者たちの心を読んで薬に害がないのは分かっていたが。ガメ、おはよう。誰だお前は？夕飯おかわり自由だからつい食べ過ぎちゃって。1日でそんなになるわけないだろう。このお薬実は偽薬です。ふざけるな。お前たちがそう聞かされてるのは知ってる。だが見ろ、思い込みだけでこんなことになるわけないだろう。とても、お二人とも昨日こんなキノコを食べませんでしたか？時間も経てば元に戻るので危険性はありませんが。あ、戻った。今日はちょっと遅かったね。キノコ。あの王子、僕と友達は？よし。こんにちは、ノクティス王子。ん？初めてじゃねえよ。お、